依然として一本棒の体勢です。しきりに後方を牽制するのは5番の笠川、そして6番の成田かなえ、最後方からゆっくりと7番の川島が上昇してきました。さてゆっくりと上昇しました7番の川島が2番手付近まで上昇する。2コーナーからバックストレッチ、依然として前で構える5番の小坂、現在2番手となったのが7番川島、6番成田が現在3番手、1番の亀川文川現在後方6番手、打者を迎えてレースはスローペースとなっています。まだ誰も仕掛けていきません。さて誰が仕掛けていくのか、前で構える5番の小坂、さあ中段から6番の成田かなえが結局自力で動く形となりました。レースは最終周回に入っていきます。6番の成田かなえが最終先行、そして5番の小坂が現在2番手、3番手が4番の中西かなみ、2番流れ見るが自力で一気にまくってきる、さらに1番亀川文子もまくってきました。第3コーナーのカーブに勝って、さあ現在2番6番が並ぶ体勢となって、4コーナーから直線コース、6番成田、2番の流れが並んでいる。さあ6番の成田が押し切る形、そして2着争いは5番1番、この2人の接戦となっています。さてレースは打賞の周回へ入ります。まずは7番の富が動いてきました。4番山本がその後方に続いています。ゆっくりと上昇しました。7番の富直美が現在2番手、3番の長澤が現在中段の4番手まで下がっていきます。2コーナーからバックスレッジ入っていきます。前で構える1番の宮地が後方を牽制している。打賞を迎えていきます。さて打者を迎えて、依然として前で構える1番宮地が後方を牽制する。7番の留め直美が現在2番手、3番手が4番の山本智香、最後方から仕掛けてきたのは5番の杉浦なる新人。4コーナーから直線コース、一気にかましました。5番の杉浦が最終先行となった。そして現在2番手となりますが、3番現在長澤綾が追い上げる形で2番手、3番手が1番宮地ねね、4番手で7番の富永美が続いてバックスレッジ。さあ2番手から一気にまくった、3番の長澤が先頭に変わった。1番宮地が現在2番手となっている。3番手が7番の富で4コーナーから直線コースに帰ってくる。3番長澤綾が粘って1番宮地も追い込むが、ゴールは3番長澤。打賞の周回へと入っていきます。さて6番の関谷が前に出ました。近畿ラインが前に出ていく。そう3番姿則吉は現在4番手、その4番手から3番姿が一気に踏み込んで、若干7番小松が離れています。まもなく打賞を迎えていきます。一気にペースが上がって、さて6番の関谷、3番姿がもぎゃけない展開となって、第2センターからコーナーのカーブに変わります。さあインコースに6番関谷、高校で競り勝つ形となりました。3番姿の入試、現在番手1番小林と並走状態となって、1センターから2コーナーのカーブに勝っていく。一気にまくったのは2番白井和樹、自力でまくってきました。さあ逃げる6番の関谷を捉えてまくり切った2番白井が先頭、そしてその番手には5番の樋口が続いています。3番手が1番小林拓人となって4コーナーから直線コースに帰ってくる。2番の白井和樹が粘っている、追い込む2番、外を7番の小松が突っ込んできましたが、後方から東の2人が動いていきました。合わせるように5番の東哲也も中段から前に出ていきます。
さあ前に出たのが東の2人、6番伊藤圭が前で構える、5番の東が現在は3番手、3番大中拓磨が現在後方5番手となってバックストレッチ、さあ後方から近畿勢一気に踏み込んでいきました。3番大中拓磨が打賞とともに一気にスパート、さあ近畿勢が主導権を握っていく、6番の伊藤圭が中段の4番手となります。5番の東哲也は現在後方6番手、レースはいよいよ最終周回、後方からまくってきたのは5番東哲也、現在中段まで追い上げて4番手にはまる形となります。先頭は3番大中拓磨、さあその中段から5番東哲也が一気にまくっていく、1番隅が離れました。第3コーナーのカーブに勝って逃げる3番大中を捉えてマークに切った5番東が先頭に勝った、そして現在車間が開いて2番手が3番大中拓磨で直線コース、5番の東哲也の圧勝となった。そして2着争いどうでしょう。後方5番手からゆっくりと動いてきました。レースは打賞の周回へ入っていきます。3番のセリが前に出ていきました。さて6番の滝野翔太が現在近畿勢の後方に続く形となります。5番の山田純也は後方5番手に下がりました。車間を切って5番手、どこから5番の山田純也スパートしていくんでしょうか。打賞を迎えます。さあ打賞を迎えて依然として5番山田純也は後方5番手、前で構える3番セリヒロキ、近畿ラインが前段、さあ依然として車間を切って後方5番手は5番山田純也、レースはいよいよ最終周回に入っていきます。3番のセリがどうやらこのまま主導権を握る形となっていきそう、そして5番山田純也はまぐり戦となっていく、その5番山田は現在後方5番手、2コーナーからバックストレッチ、さあ5番手から5番山田純也が一気にまくってきた、第3コーナーのカーブに勝った、ブロックする7番の西郷強くて強しですが、それをかいくぐった5番の山田が先頭に変わった、そして現在切り替え形は7番の西郷剛、直線コース5番の山田純也、ゴールは5番7番2番の体勢です。3番の二之井が前に出て、そして4番宿口純平後方に下がります。さあ近畿中部勢が前段の布陣となる、そして4番の宿口純平は現在5番手となりました。2コーナーからバックストレッチ入っていきます。後方を牽制しながら前で構える3番の二之井がこの先行策を取っていくんでしょうか。打賞を迎えました4番の宿口純平、依然として後方の5番手、レースはスローペースとなっています。前で構える3番の井翼、近畿中部勢が依然として前段、そして4番宿口純平、依然として後方5番手、4コーナーのカーブから4番の宿口が一気にスパートダッシュを決めていきます。1番関東が若干離れている、レースは最終周回、最終先行は3番の井翼、そして4番の宿口純平、まくる展開も3番手にすっぽりとはまった、その後方には1番関東が続いて第3コーナーのカーブ、逃げる3番の井翼、番手は5番の玉地所近畿勢、その後方には4番宿口純平が続いている、7番山田が自力に切り替えている、3番の野井が粘って追い込む、5番外を4番突っ込むが、神奈川コンビ1番川田忍が現在後方6番手、その1番川田が動いてきました。レースは打賞の周回です。一気に神奈川勢が前に出ていきます。4番鮫島が現在3番手あたり、2コーナーからバックストレッチへ入っていきます。後方から短期の3番亀井、そして6番藤光と、この2人がゆっくりと中段付近まで上昇、打賞を迎えていきます。
1番川田が先行大勢、番手は5番の畠山博之、その神奈川勢の後方には東の2人が続いている。さあ後方から近畿勢4番鮫島がゆっくりと踏み込んできました。レースはいよいよ最終周回、最終的に4番鮫島が主導権を奪っていくか。しかし1番川田もここは粘っているが、さあここで4番鮫島が前に出た。1番の川田が現在2番手、3番手2番中野とミキが2番手、並走となった。1番川田、2番中野と番手がもつれる展開となって第2センターのカーブ、先頭は4番の鮫島浩二で直線コースに帰っていった。番手から2番の中野が追い込んでくるが逃げ切る4番。ゴールは4番2番の体勢となりました。前で構える近畿の2人、そして1番谷本が3番手、その番手はもつれる展開。さあ中段から1番の谷本正輝が踏み込んでいく、合わせるように6番の肥後がつく踏み込んで前に出ていきます。さあ前で構える6番の肥後、一気に踏み込んできました。1番谷本正輝ダッシュを迎えて、1番の谷本が先行体制、そして今度は6番肥後が番手で粘っていきます。今度は4番藤原のこと6番の彦康介と、この2人で番手がもつれる展開。3番手も3番奥谷、そして7番古田でもつれて、レースは最終周回、1番谷本のペース書きとなっている。その番手がもつれたが、6番の彦が番手を取り切った。そして3番手が3番奥谷博美となって第3コーナーのカーブにかかる。1番谷本のペース書け、その後方に6番3番と近畿勢がはまって、さらに後方には2番7番が並走か。4コーナーから直線コースに帰って1番谷本が粘っている。1番谷本が押し切って、そして2着争いは2番の中西、6番肥後。レースは早くも打賞の周回へと入ります。石川勢が後方から動いてきました。6番吉川、そして3番山本と、この2人が前に出ていく。さて1番大谷は現在3番手あたり、短期の4番の瀬山が現在3番手、1番大谷と並走状態、まもなく打賞を迎えていきます。さあ打賞を迎えて、ここで4番瀬山弘明が一旦インを切って前に出ていく。そして現在2番手5番本田哲也と、この2人が前で構えている。一気に踏み込んできたのは1番大谷康重、最終的に主導権を握るでしょうか。さあ4番の瀬山弘明、1番大谷がもがき合う展開となっています。2コーナーのカーブに勝って、ここで競り勝つ形が4番の瀬山、最終選考となりました。そして5番本田がその番手に続く形、1番大谷が3番手まくってきたのは6番吉川希望、現在3番手、1番大谷と3番手並走で直線コース、2番手から5番本田哲也が抜け出した。ゴールは5番6番の体勢です。